クリスマスリースのイラストクリスマスリースは、クリスマス時期に家庭の戸口に飾られるリース。主に西洋ヒイラギやモミなどの常緑樹の葉、松傘、ベル、リボンなどで臨場の装飾を作り、戸口に飾るもの。ドアに飾り付けられたクリスマスリース植物のルを感情に編んで土台とし、常緑樹である西洋ヒイラギ、松、モミ、月桂樹、西洋キズタ。 杉などでの葉で覆い輪の形にして飾る。和の飾りの上部には西洋ヒーラギの赤い実やベル、赤いリボン、好み、松笠などを飾る。他に鈴、花、クリスマスボール、ぶどうやリンゴを飾ることもある。中にはハート型のものもある。聖火やプリザーブドフラワーでアレンジすることもある。キラキラと光る素材のほか ドライフルーツなどの自然素材を装飾に施すことも人気である。ドライフラワーや好みで美しく飾ったものも見られる。珍しいところとしてはパッチワークを用いたりパスタに色を塗って作ったもの、乾電池式の LED ライトで光るものなどもある。クリスマスリースの製作は一般家庭でもクリスマス前の楽しみなイベントの一つになっている。クリスマス気分を盛り上げるとともに インテリアとしても活躍している。かつては来たアメリカでよく見られた風習だが、後にはイギリスでも見られるようになっている。これはアメリカ映画の影響と考えられている。クリスマスリースの由来は諸説あるが、一般的には古代ローマ時代からとされており、以下の説が唱えられている。なお、クリスマスのグッズとしての歴史は比較的浅く、 クリスマス専用のリースが飾られるようになったのは、19世紀の初め頃とも言われている。クリスマスリースを玄関に飾るのは、魔除け、豊作祈願、新たな年と平安と繁栄祈願の飾りと言われている。和は、永遠を意味し、永遠に続く神の愛を象徴、永遠の幸福への願い、新年の幸福の祈願を意味するとも言う。西洋ヒラギの葉と、ジッリースに使われる、 様々な素材にも、その一つ一つに、願いが込められている。西洋ヒイラギは、陶器にも緑の葉と赤い実をつけることから、不死の象徴と考えられ、これを飾る家は守られ、住人には幸運と長寿がもたらされると、考えられている。その特徴的な、エイリーな葉は、魔女や悪魔、悪霊を指して撃退するとも考えられ、魔よけを意味する。この葉は、キリスト教においては、 卓形にされたイエス・キリストのウバラの冠を表すと、され、イエスの受難を意味していると言われている。赤い実は、ウバラが皮膚を貫いた時に玉となって落ちたイエスの血、すなわち死に至る愛、または赤い涙と考えられている。もみ、西洋ヒイラギ、杉などの常緑樹の葉は、殺菌効果や抗菌作用を持つとされ、殺菌効果のあるもみを使うことで、 無病息災の願いが込められているとも言われている。特に松は、常緑樹として、不滅性、不老長寿北条多山の象徴として、古来よりめでたい木とされていた。古代オリエントでは、松に変じたアッチスという北条神が崇拝されていた、ことから、松の枝と松笠は北条多山の象徴として、各国で飾り物となっている。また、これらの常緑樹は常に、 緑色の葉を茂らせることから、豊作物の繁栄を意味し、魔除けをも意味している。リースについている、飾りの松傘やブドウリンゴなども、豊作物の繁栄を意味しており、その年の豊作に感謝するとともに、翌年の豊作を祈願するために使われる。ブドウは、イエスの象徴、リンゴは神への備え物のとの説もある。ベルも音が鳴ることから、 魔除けの効果を持つと考えられている。色とりどりのリースがあるが、その色にも意味がある。緑は永遠の命、永遠の愛、農作物の成長。赤はイエスの血や涙、愛、太陽の炎と生命力。白は純潔純粋な心、雪、金と銀は希望や富などと言われる。常緑樹の緑、赤海、雪の白は、 いわゆるクリスマスカラーと呼ばれる三色であり、西洋ヒーラーの葉の緑と実の赤は12月の色でもある。アドベントリース・クリスマスリースを飾る時期は、ヨーロッパなどでは、クリスマスの4週間前から1月6日のイエスが神の子として人間の前に現れた日までという説、2月2日の聖職祭までという説がある。このクリスマスの4週間前の時期をアドベントと呼び、 イエスの降誕を待ち望む期間を意味しており、これに関連してアドベントリースというリースもある。日本では一般的には12月に入ってから飾られる。1月には正月の締め飾りを飾ることもあり、クリスマスが終わった後には外すことが多い。ありがとうございます。